改めましておはようございます。おはようございます。忍びの目立たれます。それでは聖書を開きましょう。今日はルカの福音書の第7章です。ルカによる福音書の第7章の2節から朗読いたします。ルークチャプター7 verse 2。お読みします。ところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるようにお願いをした。イエスのもとに来たその人たちは熱心にお願いをしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人ですと書いてあります。ここに百人隊長と書いてありますね。百人隊長、これはローマ軍のリーダーなのですが、当時のイスラエルはローマ帝国の属国一部でありましたので、ローマ軍の駐屯地というものがいくつもあったわけですね。そしてそこに、たくさんの兵隊がいたのですけれども、この百人隊長というものもおりまして、今日はこの百人隊長にまず注目したいのですが、彼の特徴というのをこの聖句の中に見ることができます。第1番目に、彼は強い人でした。百人隊長というのは、100人の長ですので100名のトップなわけですね。で、百人隊長になるには頭も良くないといけないんですけれども、もう単純に強くないといけないわけですね。あらゆる戦いで勝ち残った、彼は負けなしの男だったということができます。第2番目に、彼は優しさのある男でした。というのはですね、病気で死にかけているしもべに心を止めてイエスを呼んだということですから、100人も部下がいるのに彼はその一人に目を留める大変優しい男性でありました。第3番目に、彼はイスラエルを愛する人物でした。彼は異邦人でありましたけれども、ユダヤ人を愛し、ユダヤ人を祝福して、ユダヤ人の街道を建ててあげたと聖書に書いてありますね。で、聖書はイスラエルを、アブラハムを祝福するものを神は祝福すると、創世記の12章に書いてあるんですね。アブラハムを祝福するものを私は祝福する。で、この約束、アブラハムの子孫であるユダヤ人を祝福した結果として、彼はイエスからの祝福を受けたのでありますけれども、この礼拝のいつも最後にお祈りのリクエストで、イスラエルの祝福をお祈りしてくださいと皆さんに呼びかけておりますが、実はその根拠というのは聖書にあるんですね。彼はイスラエルを愛する人でした。ナンバー4、第4番目に、彼は、異邦人であったと。で、一般的にユダヤ人は異邦人との接触を避けていました。ですから彼はイエスのもとにユダヤ人の長老を送ったということですね。直接お会いするのは失礼にあたるので、ユダヤ人の長老を送りました。そして6節を朗読いたします。 verse 6、 イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ、わざわざおいでくださいませんように。あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべに
これをせよと言えばその通りにいたします。第5番目にナンバー5、彼はイエスの言葉に権威を認めたということができます。彼はローマ軍、ローマ帝国の軍という巨大な組織に所属していました。その仕事柄、言葉の権威というものを理解していた人なんですね。彼のトップはローマ皇帝カイザルですね。で、皇帝の言葉には基本的に全てのものが従ったわけです。そしてこの100人隊長の下にも部下たちがたくさんおりまして、100人隊長の言葉にもやはり一定の権威があったわけですね。で、言葉には権威がある、ましてイエスは神ではないか、神である、でこのお方の言葉には権威があるに違いないと彼はそのように信じた。またこれが起こった同じ場所、カペナウムという場所で王室の役人がイエスの言葉によって癒されたという記事がヨハネの福音書の4章にあるんですけれども、ご存知でしょうか。これ昨年読んだんですが、で百人隊長はもしかしたらその話を聞いていたのかもしれません。王室の役人からイエスは言葉で癒してくれたよと。いずれにしましてもこの百人隊長はイエスの言葉の権威を認めたわけです。イエスよ、お言葉をください、そうすれば私のしもべは必ず癒される。9節 verse 9、これを聞いてイエスは驚かれてついてきた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中に見たことがありません。使いに来た人たちが家に帰ってみると、そのしもべは良くなっていたと。イエスの関心ですね、次のページですかね。イエスの関心、イエスが関心があることは一体何か。ここにおいてイエスは驚いたと書いてありますね。イエスは驚かれて群衆の方を向いて言った。で、聖書にはイエスが驚いたという記事はあまりないんです。しかしここでは百人隊長の信仰にイエスはびっくりしたというんです。あなたはそれほど私を信じるのか、信頼するのか、まだ私は何にもしていないのに、体に触ったわけでもないし、私がしもべのところに行ってお祈りしたわけでもないし、彼と会話をしたわけでもないのに癒されることを信じるんですか。彼はただイエスの言葉の権威を信じたのですが、イエスは彼の信仰に驚いたと聖書は記録していますね。ところで聖書にはもう一箇所イエスが驚いたという場所があるんですけれども、ご存知でしょうか。もう答えが出てるかもしれないですけど、それはですね、イエスが故郷のナザレ、ご自分の故郷ナザレでその街道においてメッセージを語った時にこういう言葉がありますね。マルコの6章、マルコの6章の6節で、イエスは彼らの不信仰に驚かれたって書いてあります。で、聖書の中でイエスが驚いたのはこの2箇所です。興味深いですね。どちらも信仰に関わることなんです。つまりイエスが驚く、イエスを驚かせるのは信仰によって驚かせるのか、不信仰によって驚かせるかのどちらかなんです。で、言い換えるならば、イエスは私たちの信仰に興味があり、信仰以外にはそれほど興味がないということです。ここでは信仰によってイエスに近づいていった百人隊長が
イエスから見業を引き出したのですけれども、毎週読んでいる場所ですが、もう一度皆さんでこのヘブル人の手紙を読んでみましょう。ヘブルチャプター11、ヘブルの11章の6節、毎週読んでおりますが、ぜひ覚えてください。信仰なくして神に喜ばれることはできません。神を信じる者、神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださるお方であることを信じなければならないと。信仰なくして神に喜ばれることはできない。神が報いてくださる、神に近づく者、信じる者に神は報いを与えようとしていることを信じましょうと聖書を進めるのですが、神が最も喜ばれるのは信仰であります。今日イエスが私たちに関心を示すのはあなたの信仰です。で、なぜ神はそれほどまでに私たちの信仰を求められるのかといいますと、それは神が私たちに報いを与えたいからです。もっと言えば、神は私たち一人一人を通してご自分の技を表したいんですね。そのためにどうしても私たちの信仰が必要である。で、イエスはじゃあどんな報いを私たちに与えたいんでしょうか。で、今日のテキストから分かることは、私たちは鳥なしの祈りの力、鳥なしの祈りについて学ぶことができますね。百人隊長のしもべは死にかけていたと聖書に書いてあります。ルカの7章の2節に、このしもべは死にかけていた。で、死にそうになっていた男性が生かされたんです。良くなったんです。何によって彼は良くなったんでしょうか。それは百人隊長の信仰によって良くなったんです。百人隊長が信仰を持ってイエスに近づいていった結果として癒しの技が起こりましたが、百人隊長がもしも何もしなければぼーっと家で休んでいたら、きっとしもべは死んでいたんでしょう。で、先週はイエスがお祈りを大切にしていたということを学びましたが、祈りというのはこの霊的な天の御業が現れていく通路なんですね。で、誰かの祈りがなければ御業は起こらないということを今日のテキストは私たちに伝えます。で、少しですね、皆さん考えていただきたいんですけども、皆さん、私たち一人一人がですね、イエスを信じるようになった背景には必ず誰かのお祈りがあったはずなんですね。両親かもしれませんし、家族かもしれませんし、友人、あるいは留学していた先のホストファミリーが祈ってくれたっていうのはよく聞く話なんですね。あるいは学校の先生が祈ってくれたとか、職場の同僚とか教会の知人とか、とにかく誰かが祈ってくれて、それぞれがイエス・キリストを信じていったということがおそらく全員あると思います。で、私のことで考えると、おそらく両親の祈りがあったんだろうと思います。というのが、両親はクリスチャンでありました。ですけれども、じゃあ家族がクリスチャンじゃないという方はどうすればいいのか。私の友人の袴田牧師という、牧師がおりますが、彼はですね、大学の先生のお祈りを通してイエスを信じたんです。大学の先生がお祈りをしてくれた彼のために、そしてイエスを彼はやがて信じるようになった。そして彼はやがて牧師になり、今カナダで伝道しているんです。不思議ですよね。私のもう一人の友人、市川牧師という男性がおりまして、彼はですね、いとこがお祈りしてたんです。いとこがお祈りしていて、やがて彼もイエスを信じるようになり、そしてやがて彼も牧師になって、今はカリフォルニアで伝道してます。
ンチャペルの主任牧師の平野牧師はなんと保育園の先生がお祈りしていたというんですね。そんな時代もあったのかと何十年前だか分かりませんけれども、保育園の先生がお祈りをしていた、この保育園の生徒からイエスを信じる者が現れて牧師が生まれるようにと祈っていたんですね。そして本当にイエスを信じて牧師になり、今に至り、私たちはこのように出会ってるんです。この場所ですごいですね。スザンナ・ウェスレーという人物をご存知でしょうか。まあ、随分昔の方ですが、彼女は19人の子供がおりました。ですから子育ては目が回るような忙しさだったのですが、それでもスザンナは毎日午後の1時から2時の時間を祈りの時間と定めて、そしてお祈りをしていたんですね。この母の祈りによって生まれていった人物はメソジスト教会の創立者ジョン・ウェスレーですね、うん、そしてたくさんの賛美歌を作ったチャールズ・ウェスレーが生まれたんですね。そして彼らを通して世界中に教会が広がり、また今日私たちが歌ったような賛美歌というものが広がり、リバイバルが起こっていったのですが、このように偉大な技、不思議な技の背後には誰かの祈りが必ずあります。で、救われた者の使命というものをここで見るんですけれども、次のページをお願いします。そうですね、ミッション、救われた者の使命はお祈りです。百人隊長が信仰を持ってイエスの前に進んだ、そしてしもべが癒されたように、もし私たちが家族のためにお祈りをするならば、家族の中に必ず奇跡が起こります。もし私たちが仕事場のために祈るならば、職場の中に必ず奇跡が起こると信じます。で、祈りによって皆さんの周りにイエスの命があふれるようになると、そのように信じます。なぜならそれがこの鳥なしの祈りの力だからですね。ですから家族がイエスを信じていないからといって決して失望することがないようにしてください。今はまだかもしれませんが、しかしその祈りは聞かれている。で、子供が教会に行っていないということで落胆することがないようにしてください。その祈りはしかし必ず聞かれています。聖書は次のように約束をしています。使徒の働きの16章31節、アクスチャプター16 verse 31、 主イエスキリストを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われると。ですから私たちはイエスを信じる、その信仰によってお祈りをする、祈る先に必ずイエスの技が表されていくからですね。これが私たち一人一人に与えられている働き、使命です。続けてルカの福音書を読んでいきましょう。ルーク、バス11。それから間もなく、11節からですね。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、やもめとなった母親の一人の息子が死んで担ぎ出されるところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていたとあります。イエスはカペナウムという町を去り、ナインという別の町に行きました。そこにヤモメとなった母親がおりました。この女性は夫に先立たれたのでヤモメとなっていたのですが、頼りにしていた一人息子までをも失ったわけですね。で、昔のイスラエルにおきましては、このような女性が生きることは大変厳しかったわけですね。
仕事もない、そして再婚も難しい。彼女はこの先どうやって生きていけばよいのか。可能性としては物乞いをするよりもがなかったわけですね。13節 Verse 13、主はその母親を見てかわいそうに思い、泣かなくてもよいと言われた。ここでイエスは母親をかわいそうに思ったと書いてあります。英語のニューキングジェームスでは He had compassion on her と書いてありますね。つまりこのコンパッション、イエスはこの母親に目を留めてその思いに共感したというか、共鳴したというか、同情したというか、かわいそうにこう思ったわけです。14節 Verse 14、そして近寄って蚊に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。するとその死人が起き上がって物を言い始めたので、イエスは彼を母親に返された。人々は恐れを抱き、大預言者が私たちの上に現れたとか、神がその民を顧みてくださったなどと言って神を崇めた。イエスについてこの話がユダヤ全土と周りの地方一帯に広まったとなります。ここで息子が生き返ったという驚くべきことが起こりましたね。先ほどの百人隊長の記事では死にかけていた、でもまだ生きていた人が生きたんです。でも今度は本当に死んでいた、しっかりと死んでいた人が生き返ったわけですね。で、面白いのはですね、母親はイエスに何も言っていないという、イエス様、私の息子が死んだんです、来てくださいとか、イエス様、どうぞあなたが私のところに来て彼を癒してまた生かしてくださるようにとは言わなかったんですね。彼女はただ悲しみのあまりに泣いていたと聖書は伝えます。夫に先立たれてしまった、そして息子にも先立たれてしまった自分の過去を悲しみ、そして残されている自分の未来にもなかなか希望を持つことができずに悲しんでいたんです。しかし不思議とそこにイエスが近づいて通りかかったということは興味深いことですね。で、イエスってどういうお方か、この記事から分かることでありますが、第一番目に私たちの悲しみ、それらのものに共感、共鳴、同情してくださるお方がイエスです。で、もし私たちに悲しみがあるならば、その時にイエスは近づいてきてくださるということができます。もし皆さんがですね、悲しみを抱えた時にイエスが近くに必ずおられるということを信じてください。イエスはあなたの悲しみを無視されず、悲しむときに近づいてくださいます。ヘブル人への手紙の4章15節にこういう言葉がありますね。ヘブル4章15節、私たちの大祭司、これはイエスの、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。第2番目に、イエスは憐れみによって動くお方です。百人隊長のしもべが苦しんでいた、またこの息子を失った母親が悲しんでいるときに、イエスの心はコンパッション、憐れみの心でいっぱいでした。
もうちょっと分かりやすく言うならば、なんとかしてあげたいなという気持ちでいっぱいだったんです。これがイエスの心です。人が死にそうでいる、いや死んでしまった、なんとかしてあげたい、なんとかしてあげたいというのがイエスの心であり、今も同じ心で私たち一人一人に目を留めてくださっていると信じます。というのはヘブルの13-8でイエスのことが紹介されています。ヘブル13-8、イエスキリストは昨日も今日もいつまでも同じです。あの時のイエスは今日も同じ。 Number 3、 第3番目にイエスは人を生かす力を持っておられます。イエスは百人隊長のしもべ、死にかけていたしもべを生かしたんですね。それ以上に死んでしまったこの青年を生かしました。つまりイエスは人を生かす力を持っておられるということ。で、私たちが信仰を持ってこのお方に近づくとき、イエスの力は解放されます。そしてイエスもまた私たちに近づいてくださるお方です。イエスは人を生かす力を持っておられる、今日も持っておられます。そして第4番目、Number 4、イエスは憐れみと恵みを先行されるお方です。恵みや憐れみが先に来ます。と言いますのは、母親はまだ何にもしていなかったわけですね。ただ悲しんでいた。聖書は彼女がイエスを信じていたとか、イエスにお祈りをしていたとは書いていません。ただ泣いていたんです。百人隊長の場合は祈りの結果として御業が現れたということができますが、このヤモメの場合はもうイエスの憐れみが先行したというか、イエスの技が先行して、その結果として彼女は神を崇めるようになったというパターンですね。で、聖書を読むとこういうケースはかなり出てきます。私たちは信じたんだ、そしてこうなったんだと言いたいかもしれませんけれども、いえ、イエスの技が先に現れる、イエスの恵みが先に現れる、そして私たちが気がつく、信じる、主を賛美するということは聖書の中にかなりあります。実は私たち人間は全員が罪人であり死んでいたと聖書は言っているんですね。しかしこの死者を生かすためにイエスは来てくださいました。死にかけているものが生かされるというのはなんと素晴らしいことでしょうか。もう一箇所聖書を開きましょうか。今日はいろんなとこ開くんですけども、エペソの手紙2章開けますか。エペソ2章、2章の1節で、あなた方は自分の罪過と罪の中に死んでいたものであったと。これは私たちは生まれながらの人間は死んでいたものであったと聖書は言うわけですね。そして4節から5節、 Verse 4 to 5、 2章の4節から5節、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。イエスは百人隊長のしもべを生かしてくれました。
そしてヤモメの一人息子を生き返らせてくださいました。同じように私たち一人一人死んでいた私たちを生かしてくださったんですね。これは恵みによるのだと聖書は伝えます。私たちはただ先に生かされただけです。で、先に生かされたものには使命があります。それは死にかけている人のために祈ることです。百人隊長のように祈る、悲しんでいる人のために祈る。私たち一人一人の使命はもう明確ですね。それはお祈りをすること。パウロは次のような命令をテモテに対し送っていますが、最後テモテの手紙を読みましょう。第一テモテ2章の1節、第一テモテの2章の1節から3節、こう書いてあります。すべての人のために祈りなさい。全ての人のために祈りなさい。特に王と高い地位にある全ての人のために願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさい。それは私たちがいつも敬虔で品を保ち、平安で落ち着いた生活を送るためです。そのような祈りは私たちの救い主である神の御前において良いことであり、喜ばれることです。4節、神は全ての人が救われて真理を知るようになることを望んでおられるからです。神は全ての人が救われて真理、イエス・キリストを信じるようになることを望んでおられます。神様の憐れみは尽きることがありません。で、今日私たちはこの神の憐れみに期待してイエスに近づくことが許されています。そしてイエスに祈ることが許されています。そして神はあなたを生かし、そしてあなたの周囲の人々を何とかして生かしたいと今も働いておられます。しかしその御業をこの地上に呼び込むのは他でもない私たち一人一人の祈りなんですね。で、一人でお祈りするのが難しいという方がおられるかもしれませんが、グループでお祈りすることも良いとそう思います、ね、というのは、ルカの5章において中部の人が癒されたという記事がありましたが、覚えていらっしゃいますか。中部の人が癒された、彼は4人の仲間に担がれてイエスの前に来たとありますね。一人で祈れなければ数人のグループでお祈りをする。グループで祈る祈りには大きな力があるわけですね。そういうわけで今週1週間主に近づき、そして主を共に体験させていただきましょう。今日の午後の礼拝はゲストスピーカーが来ます。アーサー・ホーランドの牧師を迎えての特別集会です。どうぞ興味ありそうな方をお誘いくださいますように。そして死にそうな人が生かされるという御業を今日も明日も1週間経験させていただきましょう。お祈りします。天の神様、あなたの恵みに感謝します。私たちを生かしてくださったことを感謝いたします。主が私たちの祈りを聞いてくださることを感謝します。主が私たちの真ん中におられることを心から感謝をいたします。どうか私たちがあなたの憐れみに期待し、あなたの恵みに感謝し、いつも喜び、いつも祈り、そしていつも感謝を捧げる生活を送ることができるように励ましてください。あなたの恵みに感謝して、これから献金をいたします。この献金を祝福し、捧げられる一人一人にお報いください。
イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。